はい、公暦2680年、西暦2020年、令和2年、6月17日です。22時10分ぐらい、夜の10時過ぎということなんですけど、昨日これ撮るつもりだったんですけど、忘れてて今日撮ります。今日撮ってます。これはね、もうタイトル見たら分かると思うんですけど、これ政見放送、いくらかかるのかっていうか、政見放送を収録したのに、立候補しなかった場合、お金返してくださいっていうのがあるんですよ。僕ね、これ、前回4年前に、もう経験したんで、まあ、40万ぐらいかかるって聞いてたんですけど、今回ね、正確に聞きました。正確って言っても全部網羅してるわけじゃないんですけど、で前回、俺、なんで前回聞いたかっていうと、前回俺、政見放送を撮った時に4年前、本当にね、スタジオが凍りついて、こんなの放送できないみたいなって、もう都選官もね、NHK の人もね、ちょっとダメだ言ってて、もう本当に都選官のね、怒りが激しくて、なんかもうすげえぶち切れてるんですよ、都選官。ふざけるな、みたいな感じで。うん。行政の人があんなに切れてるっていうか、本当に、多分そんな温厚な人なんですけど、まあ行政の人ですからそんな不良とかじゃないですけど、そのおとなしい人が本当に静かに切れてるみたいな、こんなのダメに決まってんじゃないですかみたいな、すごい怖かったね。だからでその人がもうこれは放送させないと、じゃあもう立候補、じゃあ俺やめようかなと思った、本当正直。うん、そこまでね、せっかく、まあ、本当政見放送さね、ダメだったらもうやめようかなと思って、やめたら、俺さ、勘が働く方だから、やめた場合なんかこれ、お金とかかからなくて大丈夫なんですかって言ったら、いや、かかりますとか言うんですよ。かかるって。で、だから、俺は政見放送、ね、流してくれって言って、いや、ダメだとか、都選官が言って。じゃあ、わかりました。じゃあ、やめたらいくらかかるんですかって言ったら、じゃあ、40万ぐらいかかるとか言って。そんなんさ、なんかもう眠くてね、なんかもう喋るの疲れてきて、明日さ、立候補届出日、告示日だからさ、もうなんか寝たいんですけど、これ、届かないと忘れちゃうんで、まあ、選挙の記録ということでね、だから、俺はだから、その3、4年前ね、本当に、じゃあやめようかと思ったんだけど、40、50万かかるから、じゃあ、しょうがないからもう、出るしかないってなったわけですよ。しょうがないっていうかもう、だって300万払って、まあ、出るんですけど、まあ、300万かかるけど、で政見放送取って出ようと思って、政見放送取れません、じゃあ、ね、そこで何もお金かかんなかったら、多分もしかしたらやめてたかもしれない。もしかしたら逆にね、幸か不幸か、40万払えって言うから、お前は出させないと、お前なんか出させない、そんな言い方しないけど、もう、ね、これ放送させないと、でそのまま立候補しない場合はもうお金払ってくれと、公費で負担してるから出ないんだったらお金払えと、40、50万払えって言うから、じゃあもうそんぐらい、そんなんだったらもう俺生きるか死ぬかで生きてるから、40万払って辞めるぐらいだったら300万払って出た方がいいっつって、もう徹底的に裁判までしてやるっつって出たら、まあ最終的にはああいう形で放送されたんですけど、まあああいう形ってちゃんと放送されなかったんですけど、だから修正されて放送されましたが、で、NHK さんも都選官さんももう結構わーわー言ってたんですけど、で俺総務省に出ました、ね、総務省にちょっとなんかもう政見放送取れなくなって、もう助けてくださいみたいな、俺もう本当にね、あの時はね本当ね、助けてくださいみたいな感じで、ね、電話してね、あの時出たのがね、多分ね鈴木さんだと思うんだよね、おそらく。あの声ね、鈴木さんだと思うんで、ちょっと間違ってたら申し訳ないです。鈴木さんっていうのは、僕、ポコチン党でね、ポコチン党なんでダメなんだって言ってね、訴えた人なんですけど。鈴木さんがね、すごい優しかった。多分、鈴木さんだと思うんだよね。鈴木さんじゃなかったら申し訳ないんですけど、すごい優しい感じの人でね、なんか、別にね、うんともすんとも言わなかった。ダメだとも、いいとも言わなかったんですけど、なんか、ダメだとは言わなかったね。いや、でもすごい優しく感じた。ね、鈴木さん、な感じするんだよね。それなのにさ、鈴木さんだったらさ、本当にね、その後ね、裁判で訴えて申し訳ないんですけど、まあ、そういうところとは別だから、まあ、鈴木さんもね、職業でね、やっててね、本当申し訳ないなとは思うんですけど、うん。でも多分ね、で、鈴木さん別に優しいからね、
俺にね、そんなダメだって言わなかったの。なぜかっていうと、俺その時にね、なんつうの、行政ってやっぱ権力者だから、総務省って行政なんですよ。行政が、都選管も行政なんですよ。行政が政見放送をこういう内容にしろとか、これは取っちゃダメだとか言っちゃいけないんですよ。それ言っちゃうと検閲になっちゃうから、憲法違反になっちゃうわけだから、総務省は何も言わなかったの。総務省はそれ、わかんない、経験があったのか知識があったのか分かんないけど、総務省は言わなかった。何も、うんとも、いいとも悪いとも言わなかった。で、俺総務省にね、泣きついて、ちょっともうこうなって助けてくださいみたいな感じ、助けてくださいとは言ってないかもしれないけど、ちょっと本当にね、ちょっとお願いしますみたいな、もうね、懇願するように言いましたね。もうなんか、ふざけんなっていう、もうちょっと言ったのかな、分かんない。でも、ふざけんなっていうよりも、ちょっと本当、助けてくれみたいなね、そういう僕は気持ちで電話しましたね。助けてくださいみたいな言い方は知ってないかもしれないけど、そしたらさ、なんか急にさ、都選管がもう180度ほんと手のひら返ったっていうか、もうトーンダウンしたね。もう、あれだけぶち切れてた人が、なんかもう、すいませんみたいな感じになってて、もうほんとしょんぼりしてるような、なんかすいませんみたいな、直接でもあったけど、すごいね、もうね、結構強めで言ってた人がもう、黙りこけちゃって、本当にね。うん。だから、行政だから言っちゃいけないんですよ。これ、選管がそんな政見放送の内容、ああだこうで言っちゃいけないのを、多分知らなくてそういった風に言ったんだろうけど、倫理観とかモラル観で、その人のね、倫理観、モラル観で言ったんだと思うけど、うん。で、もう、都選管はもう、だんまり決めたわけですよ。うん。行政だから。じゃあ、あとはもう NHK とね、話してくださいみたいな。で、そしたら困っちゃったのが NHK さんでさ、NHK さんは、都選管に丸投げしてたわけ。都選管に怒ってもらおうと。で、NHK さんは当初何も言ってなかった、何も言ってはないけど、ちょっと、NHK さんはね、基本的にね、職員の人がね、みんな優しい。優しいんだけど、一人かな嫌なやつがいたんだよ、やっぱね。なんか、こんなん流せるわけないみたいな言ってた。大体いいんだよ、こんなん流せるわけないみたいな言うやつがさ、真面目な、いい子ちゃんがいるんだよ。だから、NHK でね、一人だけでなんかの、あれ、一人だと思うんだよね。ちょっともう覚えてないけど、一人ね、いたね、なんか、こんなん流せないみたいなこと言うやつが、うん、なんか真面目そうなやつがね、言ってて。で、NHK さんもね、トーンダウン。基本的にはトーンダウン。うん。トーンダウンだけど、NHK さんは行政じゃないっていう立場を取ってんだよ。やっぱ、俺からしたらさ、行政みたいなもんだけど、公営放送だから、国営放送だったら行政だけど、公営放送だから、みんなから受信料もらって放送してるから、まあなんつうんだろう、完全な民間じゃないけども、行政でもない、半分半分みたいなところがあるから、そこを抜け道にしてね、ちょっと修正して放送したんだ、されたわけですけど、だから完全に放送もしないし、全く放送しないわけでもないし、その中間取って修正して放送したわけですよ、NHK さんは。で、僕裁判して、まあ最高裁で負けちゃったわけですけど、まあ俺一人で裁判したからね。多分優秀なね、弁護士ついたら、ま、ちょっと違ってたかもしれないですけど、まあ、ともかく、その時にね、4年前の時にね、そういう話があってちょっと覚えてたんだけど、で、今回もね、なんか俺、なんかわかんないけど、なんかこういう話になったわけですよ。よくわかんないけど。政見放送取って出ない場合はお金かかりますよとか言われて、俺出ないはずないのにさ、で、やっぱ、性格、俺、細かい性格だから、いくらかかるか、ちょっと聞いてみたわけ、うん。で、だからちょっとね、ちょっと話戻すけど、だから俺は、NHK さんをね、国営放送にしたわけ。愛国国営放送にしたわけ。国営放送にしたら、もう本当にそのまま流さなきゃいけないわけ。本当に行政だから。今は、半分行政、半分民間みたいな立場の公営放送だから、抜け道でね、いや放送局にも自由があるみたいなこと言ってるけど、公職選挙法では政見放送はそのまま放送しなければいけないっていうのがあるわけだから、そのまま放送しないのは法律違反なわけですよ。 NHK さんだから法律違反して、ね、なんか自分の都合で流さないわけ。そんなの流したら視聴者からクレーム来て受信料下がったら嫌だみたいな、そういうので流さないわけ、うん、で、ね、表現の自由も損なってるわけだから憲法違反だし、法律違反だと思うわけだけど、半官半民みたいなね、中途半端な立場っていうなので逃げ道として放送局にも自由があるで逃げてるわけだけど、それが愛国国営放送になった場合は
もう本当に流さなきゃいけない、うん、だからそれもあってね、それだけじゃないけど、国営放送にしたいなと僕は思ってます。でもう一つの理由はね、本当国営放送にそのしたいのはやっぱこう政府の立場から、政府の放送局をやっぱ作りたいわけ俺は。日本国政府のね、うん、今日本国政府の、放送局ってないわけ、だから日本国政府の、放送局使う、アルジャジーラとかそうでしょ。で民間の放送局がチェック機関としてやればいいわけじゃんか。僕はだからそういうふうに考えてます。政府が、だから本当ロビー活動、世界、日本国内だけじゃなくて世界で日本国家のね、いいところ長所をね発信する愛国国営放送を僕は作りたいなと思って、そうしていかないとやっぱ日本の外交とかね、やっぱこう外交もそうですし経済も世界にね浸透していかない、もっと広まっていかないと僕は思ってるんで、ちょっとで話戻しますけど、で今回聞いたのは NHK さんの場合、手話付きで手話付きだと50万5千円かかるわけ、もしね政見放送を取って、選挙に立候補しなかった場合。で手話なしだと40万1000円、手話であるかないでも、6万ぐらい、5、6万違う。で経歴放送が33,000円、経歴放送は安い33,000円で、民放さん のテレビが手話なしが419,000円、ラジオだと9,000円。9,000円って安いのは、テレビのをそのまま使うと9,000円らしい。でも俺はテレビとラジオ別撮りだから、そうなったらもしかしたら41万9千円かかるかもしれない。でもその細かいことを聞いたらやっぱね、そういう人いないから、基本的に政見放送を取って出ない人っていないから、今いないらしいから、なんかデータがないわけで、一応これ総務省の規定上の金額でね、言って調べて言ってくれたけど、なんかよくわかんない。だから NHK もさ、こう テレビとラジオもあるし、うん、民放さんの場合テレビと別撮りとラジオ別撮りだったらいくらなのかちょっと分かんない。だから目安としてね、こんぐらいかかるっていうのをちょっとね、ちょっと伝えられたらと思って、政見放送を取ってね、出なかった場合このぐらい請求されると、うん、請求されちゃう。だから政見放送をね、NHK と民放で取った場合100万弱、まあ、40、50万、1回40万50万、まあ手話付きだったらまあ50万ぐらいいくから100万弱かな、うん、100万くらい両方取ったら、出なかったら100万ぐらい請求されるわけ、うん、一応ね、あんまこういうのね知らないでしょみんな。だから一応ね、選挙の記録としてね残しておこうかなと思いまして、だからそういう、まあいないと思うけど、もしねなんか選挙出るとかそういう考えてる人は、政見放送取っちゃったらもう出るしかないと出るしかないと、出ないとお金取られちゃうから、そういうの考えてよく出た方がいいかなと思います。はい、まあこんぐらいねお金かかってるっていうね、うん、多分実際もっと金額高いと思うんですよね。これやっぱ公費負担だからこの値段に金額も抑えられてると思うけど、まあ、これ放送も込みだから、収録も放送も込みでこの値段だけど、多分もっとするでしょ放送なんて、うん、だからすごい、うん、破格っつったら破格だけど、でもなんか俺そういうなんかそういうコスパがいいみたいな、そういう破格だから出ようみたいな、売名行為で出るとか俺はあんま好きじゃないんで、別に売名で出たいわけじゃないから、なくて、まあ、結局コスパがいいから出てるけど、コスパがいいから出てるっていうのは、俺区長選挙3回出たわけ、区長選挙1回100万するわけ、うん、それ1回100万の3回やるんだったら都知事選1回300万出した方がいいやと思って都知事選出てるわけですけど、出たわけですけど 4年前ね、うん、やっぱそう思うと、やっぱ都知事選とか参院選とか、っていう風に思っちゃいますよね、うん、だから僕はもうそんなめんどくさいんで、基本的にはもうほんと供託金をね、もうほんとにもう撤廃する、まあ、高くても10万円ぐらい供託金なしにしてね、ほんとみんなが選挙に出てね、いろんなね政治とか社会問題について語り合える社会にしたいなと僕は思っております、うん、だからコスパがいいとかそういうことじゃなくて、まあ、いろんな人がね出てね、いろいろ議論してね、こう問題提起とかした方が僕世の中良くなると思うんで、はい、そう思います。はい、ということでね、政見放送、収録したのにで、立候補しなかった場合、こんぐらいの値段がかかると、費用、請求されると、これ多分都知事選だけじゃなく参院選挙とかも、こういう感じだと思います。政見放送収録したら、収録して出なかった場合は請求されると、とにかく
正確なのはちょっと実際そうなってみるとちょっと分かんないと思うけど、まあ目安として、まあ一回一収録50万ぐらいかかるって思ってた方がいいかもしれない。はい、ということで以上、後藤輝樹でした。何かの参考になれば幸いです。以上でした。はい、あ、もうほんと疲れちゃった。なんかもう疲れた。お前ら愛してるぜ。選挙頑張ります。